東日本大震災からおよそ4年半、東北の復興を支援しようと、被災地の花を使った生け花展が港区の増上寺で開かれました。この生け花展は、都内の生け花作家らが被災地の花を通じて、被災した人たちに笑顔を取り戻してもらいたいと開きました。被災地から取り寄せられたバラやユリ、ひまわりなどの22種類の花材を使って、作品作りや生け花パフォーマンスが行われました。また被災地から関東に避難している人たちを対象にした生け花教室も今回会場で開かれました。初めてなので楽しい。懐かしいなみたいな、お花庭にあったなみたいな感じはしますかね。この催しは震災の翌年の2012年から毎年行われていて、主催者は今後も活動を続けて花の心を復興につなげていきたいとしています。